最初に始まるこの天使山海あの山パート、うん、ここをうまく越えて麓の江戸、まあ、どういったこう疲労感で入ってこれるのかっていうのは、まあ、序盤のやっぱりこう最初のこう見どころっていうか、うん、そういうところになると思いますね、うん、あ今あこれは映ってきましたね。おそらく男子トップの長長リアジュ選手、これなんか足がしっかり上がってますし、まだなんかこう疲労してるなとかっていう感じは、うん、見られないのかなっていう、まあ、表情がちょっと見えないんでなんともあれかもしれないですけど、はい、今入ってきましたね。長リアジュ選手が、51キロの麓の走行に入ってきました。汗はかいてますね。まあやっぱり暑いんでしょうね。水かぶってるってことはやっぱり、うん、走りやすい条件では多分あると思うので、うんうん、タイム的には飛ばしすぎてはいないっていう、まあ、ちゃんとこうペースメイクできてるのかなっていう感じはなんとなくする。日本人がここからどうこうあ、今2人目の背中が見えてきました。川崎さんかな。川崎選手ですか、うん、トップのチョウ・ジャウジュ選手とは4分53秒ということで、うん、差は広がってないですね。むしろ縮まりました、うん、そうですね、なんかお子さん生まれて初めてのレースだっていうふうに言っていて、うんうん、やっぱり子供と一緒にゴールするっていうのが、うん、あのなんか夢ですみたいなことをなんか事前の話聞いた時に言っていて、はい、おばらめもすごいですね。なんかちょっとトレイルランニング界の増田明美をちょっと増田明美さんを目指して来たようですね。長田くんっぽいですかね。長田浩志選手と結構ちょいや、まあ予定通り言ってたりかけ、そして今あこちらがですねアメリカの選手ですね、アンソニー・リー選手だと思います。10位で、先ほどの富士宮を通過していました。あ、じゃあ結構順位上げてきた。上げていますね。次が6位、次が6番手ということになりますね。6位ですね。あ、土井さん、あ、上げてきた。やっぱり土井選手です。土井高橋選手は山区間は強い。土井さんということになります。そしてパディ・オレアリー選手ですね。ザ・ノースペースチームが揃ってやってきました。7番手です。8位の選手が8人目ですね。あ、小林誠さん。小林誠二さん、46歳108日って言ってます今日初めて聞いたこの数え方。すごい、そんな細かく教えてくれました。ベテランの域ということですけど頑張っていただきたい。そしてこちら今来たのが、あ、なんかライトを通してるのかな。あ、こちらはマンバさんですか。あ、マンバ君、両足疲労骨折のマンバ君、ちょっと重いかなって富士宮で見たときは思ったんですけど、上げてきましたね。やっぱ強いな、やっぱ磁力っていうか、やっぱり走力ありますね彼は。あ、ちょっと僕言うタイミングを逃したらあれなんで、マンバさん、マンバさんの事前レポートであのアピールポイント、彼女を募集中です重要な情報重要な情報、これ言えるときに言っとかないとなと大瀬さんがまだ来てないですね。大瀬さんどうしたんでしょうね。大瀬さんの姿も見たいですよね。まだ見たい僕はやってきたのはでしょう。あ、大瀬さん、大瀬今言ってたら来ましたね。言っていたらやっぱり持ってますね。いい表情ですね。明るくてニコニコしてますね。あ、まあ、女子トップが来ましたね。女子トップのシャンフジャオ選手ですね、うん、あ、女子の向井成美選手が今2番手で到着しました、うん、あ、結構でもまだまだなんか元気そうですね。コーラ飲んでる。まだそんなには離れてないですね。そうですね、結構どうしてますよね、うんうん、向井成美選手も。
女子の選手が、あ、女子、あ、枝本かな子選手ですね。あ、なんかまだまだ余裕、枝本かな子選手が、うん、あ、今到着しました。早いですね。早いですね。なんかすごい軽い、いいペースで、うん、笑顔で、軽々と女子3位、枝本かな子選手が入ってきたところをご覧いただきました。